こんにちは、速稼塾の久保です。前回ホームレスについてね、いろいろとお話ししてくださいましたけども、家があるとかないとかで人間の立場や尊厳とかって変わらないんですよ。ですんでホームレスだからすごいとかホームレスだからすごくないっていうのはなくって、全く一緒です。車を持ってる人と持ってない人もそんなに変わらないです。私はね、そういうふうに思うんですよ。なんか所有物で決まるんじゃないんですよ。これをね、言葉にするとですね、人っていうのは持ってるもので見分けるんじゃないんですよ。思ってることで見分けていかないといけないんですよね。まさに思想の世界だと思うんですよ。何を持っているか何を持っていないか、これね、そのタイミングによって変わるんですよ。だから持ってるものが多い時には、まあ一つの地位を築いたりとか、失った時に人が離れていったりっていうのがなんかね、妙な感じですよね。ただ単に家がないっていうだけですから。考えてみるとね、ほとんどの方って家持ってないですよ。結局誰かが買った家を住ましてもらってるだけでしょ。だからなんか自分がその家をね、なんか購入するのに寄与してるわけでもないし、まあ一部分はあるのかもしれませんけども、単純に見てですね、ホームレスの方と、まあ家の所有権がない人っていうのは一緒なんですよね。で、家を持ってる人、名義で誰々って書いてる人っていうのは実はそんなに多くないんで、あんまりそこは私はね、気にしなくていいのかなと。たかだか家を持ってるか持ってないかですからね、どうってことはないんじゃないかなと思います。車を持ってるか持ってないかもそうですし、スマホを持ってるか持ってないかもそうですし、同じレベルでボールペンを持っているか持っていないかぐらいのものだと思うんですよ。で、ホームレスの方は、素晴らしい一戸建てを持ってるんですよね。ダンボールハウスです。家賃0円というね、電気代もかからないし水道代もかからないし、いや、いいですね。修理しようと思ったら自前でいくらでも修理できちゃうというね。いや、これも一つの生き方の完成だと思うんですよ。そもそも人間ってみんな洞窟に暮らしてたわけでしょ。洞窟の前にはどこに暮らしてたんですかね。のっぱらですかね。いや、だからこの地球が家なんじゃないかなと思うんですよ。共有した家ね。だからそんなに、ビビることはないかなと思います。でね、ちょっと話の後半なんですけども、今日のことなんですけどもね、ある YouTuber の方が私の YouTube にちょっと書き込みをくださいました。これね、花や龍馬の再来と言ってもいいかもしれないですね。私の YouTube 講座を見て、あ、なるほどと思ってそのまま実行した方が、当時チャンネル登録83人だったのが1ヶ月ぐらいって言ってたかな、今日見たら337人になってるんですよ。で、私の YouTube 講座をやってくださって、そのまま無料の講座ですよ、無料の講座をやってそうなったらしくって、感動してですね、私のコメント欄に書いてくれたんですよ。で、当然ですけども、そのコメント欄を見て私は、じゃあその人を紹介する動画を作りますねって言って作って、ダーンと出しました。そしたらその動画を見て、ありがとうの返信動画を作ってくれたのが由美子さんというね、私と同じ年齢のヨガ講師の方でございます。まあモデルさんもされていたりとか、なんかグランプリ取られた方とかね、まあすごい方だと思います。今日はね、その方のことを動画 URL に貼っときますので、花や龍馬さん、次回はね、その方をちょっとね、題材にした動画をちょっと撮ってみてください。これだったらいいでしょ。なんか難しいテーマ続きましたもんね。じゃあ今度はシンプルに、このヨガ講師の方をご覧になってですね、いや、すごいなみたいなね、応援する動画を撮っていただけたらと思います。もうね、ウォートー君の頃からね、1年ちょっとですか、なんかね、花や龍馬さんのことを考えると、この由美子さんって方も1年後にはね、チャンネル登録2000人3000人とかでサロンとか運営しちゃって、もうハッピーバンザーイになってるかもしれないですね。よろしくお願いします。